国会議員のお仕事。大臣だからか？ SP や警察官十数名で囲まれている。やっぱり狙われてるのかな、あれの恨みで。どうか安全安心を合言葉に最後まで成功をよろしくお願いいたします。みんなで頑張りましょう。続きまして、衆議院議員デジタル大臣河野大臣様にお伝えします。デジタル大臣こんばんは。こんばんは。こんばんは。小泉さんおっしゃるように、5年ぶりでございますが、残念ながら欅倒れて男坂上がらないということになってしまいました。これだけコロナやら雨やら、あるいは風雪でこれだけ間が空いてしまいますと、このお祭りのやり方がなかなかわからなくなるということにならないように、ぜひそこはしっかりお願いをしたいと思います。今日は随分若手が大勢参加をしてくれておりますんで、若い方にはこの山みこし、もう相当何世紀続いている行事ですので、これをしっかり次の世代受け継いでいっていただきたいと思います。最後までお祭りのご安全をお祈り申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は5年ぶりに山みこし開催されましたと、心からお祝い申し上げます。お話のように5年ぶりでございまして、東北でコースも変わっております。勝手が違っておりますので、どうぞ万全に補強していただきますようお願い申し上げます。ますますのご発展と、そして皆様のご健勝ご多幸お祈り申し上げまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
選挙に行ってもあれ行った前に早いっすよ。もうちょっとゆっくりでいいじゃないですか。弾よけ黒カバン、重々しい警戒風景。平塚の地元のパン屋のパーティーだね。あれ？小泉進次郎がいるね。仲いいんだね。進次郎の人気をもらおうとしてるね。見え見えだよ。やっぱり国会で最悪の評判でも地元では票が欲しいのだよ。国会議員なんてちょろいね。地元で笑ってれば議員になれる。